あ、ウニが2つある。よいしょ。ブラウニカットか。僕はイギリスにワーキングホリデーで留学してたんですけど、今は何もしない男です。アリアース。サバで働いても幸せです。友達に、なんかまずいカスタムしてみよう。おー、シーンの明らかに。そこあいつ僕にスターバックスにおいて絶対的な信頼を持ってる。変なカスタムして出してどういう反応するのかっていうのをちょっと今日やってみようかなって思っております。こんなあいつ遅っ。今日だって10時半集合なんですよ。僕2時にここ着いたんですけど、あいつもっと遅れてるやん。俺より悪者やん、犯罪者やん。ちなみに多分海山チャンネルでほぼ初ドッキリなんで、僕の演技力見ててください。あ、お疲れっす、お疲れっす。あ、惜しいね。あ、でも飛行機ある。うん。あ、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 いい匂いです。あ、匂いますよ。何話せよ。あれ、髪切った？まあ、先週。お、なんか今日すごい服いいね。にゃん。どうしたんですか。アニョン。うん。いや、俺いつもと普通やけど。いつもと普通。うん。いや、なんかあからさまに変。え？いや、俺いつもの感じこんな感じやんか。いいんですけど。今日ちょっと動画回していい？お願いします。え？こんな、え、いや、さっきまでコーヒーやったやん、ここ。え、こんな、もうここまで牛乳来てんの？ミルミルミルク。おやすみなさい。なんすか？ミルミルミルク。まあ、コーヒー目線で喋った。スタバ飲もう。今日なんかあのエキストラの方が来てくれて、スタバ頼んでくる俺が。あ、なんか頼んでこうか。あ、いいんすか。あ、じゃあまあなんか頼んでくるわ。あー、いいの頼もう。監視仕掛けカメラとかないよ。おいしいの頼もう。そうね、割とエスプレッソとか好きな方なんで、ちょっとその辺を攻めてみようかな。どんな顔するでしょう。アフォガードフラペチーノ、ショットがあれですか。結構強めのやつです。エスプレッソなのでコーヒーが濃いめです。あ、じゃあショット抜きにしてもらって。ショット抜きで、はい、ほとんど買えますよ。あ、じゃあ通るね。はい、少しお待ちください。あ、すいません。ありがとうございます。なんかチャイとか入れてもらっていいですか。はい、均衡じゃなくて追加で大丈夫です。あ、じゃあ、追加でいいですか。追加で、はい、ブランシュが入ってますね。ブランシュが入ってます。じゃあこれもう倍にしてもらって。はい、でなんかシナモンパウダー、シナモンパウダーね。はい、もなんかチシルぐらい入れてもらっていいですか。はい、はい、じゃあいいよ。うわー、前行きなさい、前行きなさい。いいですか。前行きなさい。これ、混ぜるんですか。あ、もう混ぜても、行っちゃって行っちゃって。じゃあもう、そのままいいのかな。いただきまーす。うまっ、うまっ、甘くてうまっ。え、うまっ。なんかね、アフォガードにこうされてる。よ、ちょっと混ぜてみようかな。じゃあこれ上のこれ何、シナモンシロップ。これシナモン、シナモンシロップじゃない、まあ、パウダーかな。パウダー、シナモンパウダー。これ、うん、うお、すごいよこれ。ほら、
獅子量ぐらいかけてもらっていいですか。獅子量ぐらいかけてもらっていいですか。獅子量ぐらいかけてもらっていいですか。上混ぜてお前飲んでみよう。すっげえこれ。じゃあいただきます。うん、まっ。これシナモン好き倒れる。もううますぎて。え、お前シナモン好きやっけ。シナモン大好き。シナモン大好き。どうしたの。え、いや別に。あ、そう。あ、そう。あ、そうなんや。お前ショット好きやったやん。ショットね、うん、うん、ショット好きやね。これエスプレッソアフォガードラプチュー。やっぱりショット抜き。ちょっとなしでも美味しいね。なくても美味しいよ。いや、カフェイン取りたかったけど、カフェインがなくてもこの美味しさ。シナモンパウダーが。ちょっとあなたは任せて。スパイスを謎に入れてみました。チャイを入れました。チャイを入れて。それがうまいんだ。これがうまいんだ。すごいこれ。あ、これやば。もうね、あのタピオカの次のブームはこれよ。タピオカのブームが終わった今、これです。ぜひ。ありがとう、本当に。マジカスタムやったやろ。お前マジカスタムやったやろ。あ、これすごいわ。マズくあるべきやろ。完璧。それはマジか。完璧なドリンク。夏さっぱりがいいかもって言うけど、濃厚さが欲しいとき、冷たいドリンク、結構冷たい、しかもガッツリ冷たい、これ。それで、この濃厚な甘さ、もう完璧。次々と出てくる、お前、食レポが。すごいわ、これ。食レポが、お前、本当に。濃厚の波に飲まれて、なんか、ちょっと、あれ甘さも乗ってない。こいつ勘違いしてるの。濃厚すぎてバンドリンクが勘違いしました。なんかヒゲが似合う男なんてお前、うますぎて勘違いしました。お前まだ似合ってないの。こいつだ。届けてる。世界が違って見えだした。お前がうまいせいで。なんか天気素晴らしいな。天気は素晴らしいけど、天気はずっと素晴らしいけど、お前が友達でよかったよ。感謝された。ありがとう。こらよお前、ありがとうじゃない。美味しくないカスタムをしてみたドッキリをしたかった前に。いや、これ最初からこの最後までうまいよ。こらこら。しかもこれさっき言わなかったけど、混ぜることによって味の変化が楽しめますよ。こら。3倍シロップ入ってるんですよ、うん、でさらに上にシロップパウダーがいっぱい乗ってるし、うん、混ぜたら4回味変わりますもん。こら軽快のカスタムですよ。乗せた方がいいよ。あの、まあ普段はこういうカスタムをしないんですけど、今回こういうカスタムを落とし入れようとしてやってみたんですけど、ちょ、お前うるせえな。おいこらおいおいお前ブレンドしてやろうか。おいカスタム鳥なんだよ。鳥さんなんだよ。サイズリ？サイズリです。全部飲んでみて。いや、ごめん、ちょっと飲みすぎたわ。もうちょっと最初の段階で楽しんでほしかったわ、これ。お前。絶対やりすぎたことは早めに気づいた。こんなうまかったん？え、アフォガードフラッペシーなんてエスプレッソ抜きでこんな美味しいん？そう。元がさ、そもそもホワイトモカのベース、チャイを入れることによって、なんか杏仁豆腐感だよ。出てるかも、うん、あ、なるほどね。シナモンが入ってるからフックがあるのよ。フックがよくわからんけど、急にあのアフォガードなのに感じになった。アフォガード和風ガード。そうそうそう、あの和風になった。あ、なるほどね。確かに和風アフォガードフラペチーノ、うん、やし、こうそこにある黒糖がジャリジャリ、うん、これが食感のアクセントになります。そう、黒糖杏仁豆腐フラペチーノ、まさにそう。お前だからうるせえな、おい。結果、何してもうまい。うん。なんか、逆に、
あのコメント欄で教えてみて、美味しくなかったカスタムないんじゃない？だって入れられてるから抜いてもいいから。そう、抜いて入れて抜いて入れて。濃厚、濃厚って言いたかったネイティブすぎて分からんかった。シナモン致死量って言ってくださいね、ちゃんと言うときは致死量って言ってくればいい。はい、したら出してくれるんです。嫌な顔して出してくれるんです。いやいやいや、さっきの計算にっくりだったよ。あ、そうやったね。すごい優しい。一口言ってください。そう、一番楽しみ。高いフレンチレストランのシーザーサラダみたいなやつだ。そんなこんなチーズ、こんなチーズパルミジャーノレジャーノ。